どうも、よろしくお願いします。あのさ、俺今就活してるんだよね。あ、そうなんだ。今どんな感じよ。俺が喋ってる時だけ面接官が目も全く取らないんだぜ。いや、手応え悪いな。道中の何か。10月までに受からないとさ、受ける企業俺なくなっちゃうんだよ。いや、そんなことねえよ。3歳の未勝利馬か。だからさ、あの、俺の面接練習ちょっと代替してくれないかな。あ、まあ練習付き合ってやるぐらいならまあいいよ。あ、中どうぞ。中どうぞ。おいや、扉開いたなら来いよ。TM アンムーとか。すいません。いや、自己紹介とか、そこら辺はちょっと省くね。本日はどのようにしてこちらまで来られましたか？横浜から相鉄線で湘南台を出まして、そこから小田急で新宿まで行き、中央線に乗り換えて、ここ東京にやってきました。いや、独特な路線だな。ブラストワンピースか。おい、当初死亡した理由は？なんだその理由だ。あとオープンバカ。前職退職の理由は？はい、あの会社のお金をですね、競馬で吸ってしまって、あのクビになっちゃったんです。いや、信頼できねえな。一番人気の戸崎か。この会社仕事の始まる時間が朝7時って早いんだけど大丈夫？ああ、はい、じゃあ、行けたら行きます。いや、絶対来ねえじゃん。青葉賞組か。あの有給って初日から取っちゃって大丈夫ですかね？いや、肝座ってんな。ダービーの横山武史か。おい、早いよ、早いよな、早いよ。最近の府中か。まだ聞きたいことあるから、長所と短所は？長所はですね、集中力があるところで、短所は長時間作業できないところですね。お前は何が得意なんだよ、名称天元か。この会社でどう働きたい？他の人に迷惑をかけず、就業まで過ごしたいです。いや、謙虚すぎるだろ、ダービーの竹の下が。どう、これで受かるかな？いや、こんな状態でいけるわけないだろ、パドックのロックディスタウンか。めっちゃ競馬詳しいな。いや、お前ほどじゃねえよ。どうも、ありがとうございました。